最後の審判は、ルネサンス期の芸術家、ミケランジェロの代表作で、バチカン宮殿のシスティーナ礼拝堂の祭壇に描かれたフレスコ画である。1541年に完成した。これより先、ミケランジェロは、ローマ教皇ユリウス二世より、システィーナ礼拝堂の天井画を描くよう命じられ、1508年から1512年にかけて、創世紀をテーマにした作品を完成させている。 それから二十数年経ち、教皇クレメンス七世に祭壇画の制作を命じられ、後継のパウルス三世の知性である1535年から約5年の歳月をかけて1541年に最後の審判が完成した。天井画と祭壇画の間にはローマ略奪という大事件があり、今日、美術史上でも正規ルネサンスからマニエリスムの時代への転換期とされている。 ミケランジェロが最後の審判を描く、より前、祭壇画として、ペルジーノの聖母秘書店が描かれており、ミケランジェロは当初ペルジーノの画を残すプランを提案していた。しかしこの案はクレメンス七世により却下され、祭壇の壁面の漆喰を完全に剥がされて、ペルジーノの画は完全に失われた。ペルジーノが描いた聖母秘書店には画の発注主である。 シクストゥス4世の姿が描かれていたことが分かっており、パッチ家の陰謀により、ジップを殺されたクレメンス7世による事件の黒幕とされるシクストゥス4世への復讐であった可能性が指摘されている。最後の審判には400名以上の人物が描かれている。中央では再臨したイエス・キリストが死者に裁きを下しており、向かって左側には天国へと昇天していく人々が、 右側には地獄へと落ちていく人々が描写されている。右下の水面に浮かんだ船の上で、亡者に向かって、海を振りかざしているのは、冥府の私森ロンであり、この船に乗せられた死者は、アケロン川を渡って、地獄の各階層へと振り分けられていくという。ミケランジェロはこの地獄風景を描くのに、ダンテの新曲地獄編のイメージを借りた。群像に裸体が多く、儀天長から、 この点を非難され、着意をさせよという勧告が出されたこともある。ミケランジェロはこれを恨んで、地獄に自分の芸術を理解しなかった、偽天長を廃したというエピソードもある。さらにこの件に対して、偽天長がパウルス3世に抗議したところ、煉獄はともかく、地獄では私は何の権限もないと冗談交じりに受け流されたという。また、キリストの右下には、 自身の生皮を持つバルトロマイが描かれているが、この生皮は、ミケランジェロの自画像とされる。また画面左下方に、ミケランジェロが青年時代に説教を聞いたとされるサボナローラらしき人物も描かれている。最後の審判などの壁が、天井側、長年のすすで汚れていたが、日本テレビの支援により1981年から1994年までに、 修復作業が行われた。壁画、天井画は洗浄され、制作当時の鮮やかな色彩が蘇った。ミケランジェロの死後、裸体を隠すために、いくつかの衣装が書き込まれていたが、これは一部を除いて、元の姿に復元された。大塚国際美術館での展示の様子、ありがとうございます。